どうも、宗教勧誘を関明夫で撃退しようとしたら教祖になってしまったバカです。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタッグです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、いつもなら週末に気になったニュースをまとめる時間なんですけど、緊急でどうしても皆さんにお伝えしたいことがありまして、その時間を潰して先生やってきました。どんな時間よりも有意義な3分間をタッグ TV よろしくお願いします。というのもですね、実はリクエストが以前からすごくありました。企画もいいけど、あなたの小話を聞かせてください。なるほど、お店じゃなくて家で会おう、そんなところですか。今回ご要望にお答えしまして、遠回りしましたが到着しました。そう、小話のお時間です。別名動画間に合わなかった時のお助け企画ですね。皆さん肩の力を抜いて聞いてください。ほんで今日はですね、以前僕の動画でタイトル本当に面倒なことになったっていう動画を上げました。これ何かと言いますと、詳しく知りたいなって方は概要欄でリンク貼ってるんで見ていただきたいんですけど、かいつまんで言いますと、宗教勧誘が来たので関明夫大先生のモノマネをしながら神の話をして、それを分かった上でインターホンでおしゃべりなさいっつって帰らせたら、後日人数が増えて、あの神の話をしてた方とお話だけでもさせてくださいっていう、あのとんでもないことになったっていう話なんですけど、あの後日談っていうのが実はありまして、その後も留守中に何回か来てて、インターホンの録画で確認したんですけど、4人だったのが半月後に3人になって、さらに1ヶ月後録画を見たら最初のおばさん1人だけになってました。今はもう誰も来なくなりました。ついに信者がいなくなっちゃったんですけど、僕はこの時出れなかったことをものすごく後悔してまして、なぜならば僕はそもそもなんでこの関明夫のモノマネをしたのかというところ、それがどちらも不快な思いをせずに宗教勧誘を断る方法を見つけたいという、このラブ&ピース&メイゾンの精神が念頭にあるわけですよ。わかりますか。その結果、あのしつこい宗教勧誘を断ると同時に不快な思いをさせないっていうこの方法を編み出したんですけど、これ重大な欠点があった。そう、教祖になっちゃう。これじゃあ本末転倒早食い弁当ですよね。こういったことを経てですね、僕は非営利組織ノーサイドっていう、いかに早く断り不快にさせないかを追求する組織っていうのを立ち上げたんですけど、なんとこの度ですね、5回の訪問販売をたった一言で約3秒で誰一人不快になることなく帰宅させることに成功しました。ありがとうございます。イグノーベル賞目前です。さらにこの研究を重ねた結果ですね、不快にならない、させないだけではなく、なんとこの方法、お互いほっこりする、こんな効果まで得られることがなんと昨日発覚したんですが、これにはあの非営利組織ノーサイドの役員アヒルジリ先生もびっくりしました。せーろだね。これからの季節、新生活なんかで一人暮らしをするとね、その建物の関係者のような言いぶりで訪問してくる奴らがいるんですよ。ちなみに昨日実際に来たのが、インターホン入って出たら、あの来月の電気料金の見直しで参りましたってナチュラルな感じで来て、契約してる電気の人かと思ったんですけど、そんなことあるかと思って、契約してる電気会社覚えてたんで、ほにゃらら電力さんですかって聞いたら、あ、いえ、みたいな。なので、なんか訪問販売的なやつですかって聞いたら、あ、そうですって。これは新生活始めたりしなくても開けてしまうぞって思いましたね。しかし、実際僕はここまでの会話をしたのですが、次の僕のあるたった一言で3秒で帰宅させました。ではその一言を発表します。それがこちら、ドン。風邪ひいてます。はい、騒がないよ。何がやと、意味がわからんって人たくさんいると思いますが、大丈夫です。これ臨床試験済みです。まずこれ、僕が研究を進めていく中で目をつけたのが心理学。この心理学を応用して断るということでして、あの関明夫事件の後でもいろんな方法を試したんですよ。その中でも手応えはあったが重大な欠陥があったものっていうのを発表します。1つ目、こちら、無視。はい、もうインターホンのセールスとかをもう全無視してしまうと、これに結局尽きるのかなーなんて思ってたんですけど、これ実は重大な欠陥が見つかりました。それがこちら、料金を徴収しに来た水道局員をスルーしてしまった。はい、本当に出なければならない相手を帰らせてしまい、その後自分で歩いて水道局に行く羽目になりました。さらに最近では、見た目では訪問販売、そして宗教勧誘と分からないようにいろいろ向こうも工夫してきますから、インターホンには出るしかないという結論に至ったんですね。なので次に僕が考えたのは、インターホンを出る前提で次に手応えがあったもの、これ開発しました。2つ目、こちら、ここ友達の家なんです。はい、これはね、ここは自分の家ではないという状況を作ることによって、物理的に出てもいいけど僕じゃ話になりませんよっていうね、圧倒的優位な状況を作ると、これによってインターホンを出て相手を確認した上でスムーズに断ることができたんですよ。さらに誰も悪くなければいけないという状況もクリアしている。ただこちら、重大な欠陥がありました。それがこちら、次の日にまた来る。はい、これはね、すごい盲点でした。はい、で次の日も出たら、あれ、昨日のお友達さんですかって言われました。なので、あ、そうです、沢村の友達ですけどって言ったら、じゃあちょっと今から帰ってくる時間教えてくださいって、確実にあれはバレてましたね。
多分バイトっつってたんで早朝か夜中じゃないですかねって答えたら次の日の朝9時に来ました。もうなんなら増えたんですよ、件数が1回だったはずが3回に。これは一番良くないぞということで棄却になりました。しかしインターホンに出つつすぐさま断りを入れる。さらに大事なのは何回も言いますがラブ&ピースをお互い不快にさせないということですよ。もちろんインターネットでも検索しましたよ。それはたくさん出てきましたよ。あの訪問販売って調べたら訪問販売スペース断り方って出てくるぐらいやっぱ皆さん困ってるんですよ。この中でも特に多かったものを紹介します。1つ目、大丈夫ですは契約しても大丈夫ですと解釈されるので断るときはきっぱりと。もう詐欺師です。でもこれマジでして、その悪質な訪問の営業とか販売とかはまあインターホンをなんだかんだ言って通ってしまってで玄関前で断ってるのにしつこくて帰らないからまあ警察呼びましょうってなるとするじゃないですか。そしたら大丈夫ですとお客様がおっしゃられたのでっていう口実に使ったりするらしいんですよ。これはさすがにカチンってくるんでね、もうそれ言われた時もうボッキョリし。2つ目、帰らないなら警察呼びますよという、はい、これも確かにものすごく効果的なんですけど、やっぱりそれで家知られてて恨まれたりとかちょっと怖いなっていうのがあったり、忙しい時とか朝にその言葉を言わないといけない、なんかやっぱ緊張するし不快な気持ちでスタートしてしまいますよね。僕はあくまで悪質な訪問販売だけではなく言葉巧みな通常の営業、そして宗教勧誘まで不快にさせずに終わらせたいっていうのが目標なんですね。さらにオートロックのインターホンに出つつすぐさま断りを入れる、そして3秒以内に帰らせる、ここがミソなんですよね。そこで開発された最新の言葉が先ほども言いましたね、こちら風邪ひいてます。これはね発案時からもう画期的でした。これを約2年半続けて応用に応用を重ねた結果、昨日最強のセリフを誕生させました。それがこちら、昨日の夜から風邪ひいてるっぽくてやめといた方がいいと思います、ごほごほ。はい、もちろん私は風邪なんか一切ひいておりません。しかし一度風邪ですだけで断った時またすぐに来たんですよ。いやすいません、まだ風邪ひいてて、ね、これはめんどくさい。しかしここを対策しました。昨日の夜からというスタートダッシュをつけることでまだあとこの先だいたい1週間くらいは風邪ひいてますよと。ただこれね、このコロナ情勢になってから風邪とかウイルス系に敏感ってのもあると思うんですけど、そのコロナ流行前からこれは使えてたので全然関係ないんですよ。収束した後も絶対使えるんですよ。っていうのもですよ、これぞ心理学ですよ。そもそも電気の騙すような訪問販売も Wi-Fi とかもあの方たちは働いてるだけで上からはああしろこうしろなんですよ。だからいちいちお客さんと揉めたり怒られたり嫌味とかを言われるのはストレスのはずなんですよ。なのでここ僕の家じゃないんですと同じですね。風邪をひいててってなると、あ今は出れないのか、プラスああ風邪ひいてるなら仕方ないなって思わせることができるんですよ。だって風邪ひいてるかどうかの確認なんてできないじゃないですか。さらにお尻の部分、ここもすごい大事です。昨日の夜から風邪ひいてるっぽくてやめといた方がいいと思います、はい、このやめといた方がいいと思います、これぞラブ&ピースなんです。今はほら風邪ひいててこんな喉もガラガラ、なんならこのインターホンで僕はあの目が覚めましたし、それでも僕は話ぐらいなら聞けると思うんですけど、あなたにこの風が移っては大変だからやめといた方がいいと思うんですっていう優しさ、バファリンよりも優しい意味が込められてるんですよ。これを聞いた詐欺まがいの勧誘はこう思うんですよ。ほとんどが僕をけなしたりブチって電話切られたり怒鳴られたりするのに、僕のことを考えてすいません今はやめといた方がいいと思いますって、なんだこの仏様はと。3秒前に知り合ったばっかりですよ。しかも直前まで管理会社や関係者を装って入り込もうとした卑怯な相手ですよ。そんな相手が昨日僕にこう言ったんですよ。お大事にされてください。バーカー、めちゃくちゃ元気だよ。あのデスノートを手にした八神ライトにリュークはこう言った。そんなことしたら性格悪いのはお前だけになるぞ。するとライトはこう答えた。何を言ってるんだリューク。僕は日本一と言っていいくらいの真面目な優等生だよ。そう、事実。この断りで同じ勧誘者が家に来たことも電話をかけてきたことは一度もない。まさに計画通り。そう、きっとこう思ったんだろう。こんな善人を騙すことは俺にはできない。あの日俺が味わった屈辱から2年と7ヶ月、俺はついに We be the gods of this new world.